伊藤海江は日本の元水泳選手。東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会職員。マネージメント会社は芸能事務所サムデー。埼玉県大宮市出身で幼少期より実家近傍の岩月市にあるセントラルスポーツのスイミングスクールで練習した。1997年に東京重則大学中学校2000年に 東京重則大学高等学校へそれぞれ入学する。高校1年の秋に練習拠点を千葉県市川市のセントラルスポーツ研究所に移し、寮生活を始めた。以後、高校総体と国体で東京都代表として出場し、寺川綾と並ぶ日本女子水泳界のアイドル的存在になる。寺川は伊藤のことを花と呼んでいる。2003年に、 日本大学へ進学し、2004年4月のアテネオリンピック代表選考レースは3位でオリンピック出場を逃した。学生時代に寺川は大学選手として大会に出場したが、伊藤は大学大会以外ではセントラルスポーツ関係者として出場した。2007年日大卒業後はクラブ研究所所属の正社員として選手育成のためのプログラム開発などに、 携わりながら、北京五輪を目指した。2008年4月17日の日本選手権、女子100メートル背泳ぎを、日本新記録で優勝する。規定により、自身初の五輪代表の座を獲得した。予選と準決勝では、ハイレグカットではなく、ロングスパッツ式の水着を着用して出場したが、中村玲子の記録を上回らず、決勝は、従来のハイレグカットを着用して優勝して、 五輪代表選出となり、前日の予選で中村が出した日本記録の59秒96も更新した。5月17日の日本大学と中央大学の対抗大会は、レーザーレーサーを着用し、100メートル背泳ぎで1分0秒59を記録した。欧州遠征では、レーザーレーサーを着用し、200メートル背泳ぎで、 自己ベストの2分08秒80を記録した。北京オリンピックは100メートルで1分00秒18の8位、200メートルで2分09秒86の12位となった。大学卒業後は研究所の拠点が千葉に移転し、選手登録先も東京都から千葉県に変更した。寺川は大阪府から東京都に登録先を変えた。北京オリンピック後は、 記録が振るわず2010年の日本選手権は自由型一本に絞り、同種目でパンパシフィック選手権代表の座を獲得する。杭州アジア大会と翌年の世界選手権は結果が振るわず、寺川とアベック出場した2012年のロンドンオリンピックは200メートル自由型で決勝出場を逃し、同年の岐阜セリ国体を最後に現役を引退した。 2013年度日本オリンピック委員会、オリンピックフレあイアンバサダーになる。2014年3月に、早稲田大学スポーツ科学学術院スポーツ科学、研究科スポーツマネジメント専攻を修了する。同年4月に、順天堂大学大学院スポーツ健康科学、研究科精神保健学専攻博士後期課程へ、進学。現在は、日本大学の非常勤講師を務める。 2019年1月20日に京都で結婚式を挙げた。品川区在住で品川2020スポーツ大使を務める。高校時代は学校の部活動ではアシックスの水着でレースに臨むこともあったが、大学進学後、寺川と共に当時水野がライセンシーとなっていたスピードのイメージガールを務めていた。その関係もあり、 水野が自社ブランドに切り替えてからは、水野の水着を着用していたが、北京オリンピック代表権を獲得して、以降、同僚、森田智美の影響もあり、スピード車の最新式水着、レーザーレーサーのロングスパッツ式をテスト。日本水泳連盟が自由化方針を示したことから、五輪本番では、レーザーレーサーを着用した。ありがとうございます。